結局私と山本君だけか。遅いぞ、誰も来ないからもう帰ろうと思って。ごめんごめん。いろいろ忙しくてね。松原は人並みに暮らしてるらしいな。どうかな、人並みね。山本君はどうなの？どうしたの？ああ、だらしない生活してるから罰が当たってみたいだ。私の席は、おかしいか、なんかおかしいな。あいつはあそこに座ってたんだよね。富江君だ。岐阜の高校から転入してきたけれど、我々より綺麗な標準語を喋るぞ。じゃあ川上、自己紹介してくれ。はい、川上富江です。よろしくお願いします。よし、じゃあ川上の席はそこだ。平和だったのは最初の日だけだったんじゃないかな。そうね、一週間も経った頃にはもう始まってたわ。何すんだ。何すんだよ。だと井上、お前こそこのカメラで何したかった。何のことだよ。知らなくれんな。お前川上撮ってただろう。盗撮してたよな。盗撮は犯罪じゃないか。あら、おい、フィルムもらってっからな。待て、ふざけんな。返せ、この野郎。なんだよ、お前ら。どうしたんだよ。おい、井上。なんだよ。これ、現像しろよ。
見てるの。あら、私の写真いつの間に撮ったのかな。こいつが盗み撮りしやがったんだ。写真上手なのね、井上くんって。謝れよ、川上に謝れよ。あなたは権藤くんよね。そう、権藤です。こいつには俺がちゃんと話しつけとくから悪かったな。いいの、私こういうの慣れてるから。慣れてる？そう。誰かタバコ持ってるかな。どうぞ。ありがとう。でもタバコは吸わないわ、肌が荒れるから。誰？驚いた？松原さん。何？私と友達にならない？え？私と友達になりましょうよ。困ったな。やっぱりみんなの手前、私とは仲良くできない。そうね、正直言ってその通りだわ。あれだけ男の目を独占しちゃったら憎まれても当然だと思うしね。本当、女の子たちはみんな私を嫌うどころか憎んでるもんね。そのうち刺されちゃうわね。そんな私とくっついたらあなたも恨まれる。めんどくさいのが嫌なだけ。松原さんって変わってるわね。そうかな。だって他の女の子たちとは違うわ。露骨に私を避けたりしないし。どうして？さあどうしてかな。私は別に実害ないし。男ってバカでくだらない生き物よね。外側しか見えないな。
私のことなんか何にも知らないくせに。私ね、転校するたびにいじめられてたの。どこの学校でも、すべての学校で。いじめられるたびにみんなを恨んだ。でもある時、私気づいちゃったのよ。人が人をいじめるのは本能なんだってことをね。本能？人間って他の人間が苦しんでるのを見るのが大好きな動物なんだって。そう思ったらいじめられてても苦しくなくなったの。だって彼らは人間として当然のことをしてるだけだし、よそ者の私は当然のことをされてるだけだもの。そうでしょ？そうかな。ほら出た。これもいつものパターンよ。彼女は、富江は、私には魅力があったわ。どんな魅力だよ。うまく言えないけど、そう、ありきたりだけど、天使と悪魔が同居してる感じかな。でも、実は悪魔そのものだった。松原。ううん、きっと悪魔の方がまだマシ。何する気？やめなさいよ。邪魔すると玲子だって許さないからね。そうだよ。大体なんでこんな子かばうのよ。何を話して、さっさと話してくんない？早く帰りたいんだけど。私見たいテレビがあんの。ふざけないでよ。やだ、そんな近くで怒鳴らないでよ。鼓膜が破れちゃうじゃない。許さないから。は？そういう態度だとただじゃ置かないって言ってんのよ。夏、何がおかしいのよ。知ってるわよ、高山さん。何よ。吉野くんのことでしょ。あなたの大好きな吉野くんが私のことしか見なくなっちゃった。だから許せないんでしょ。聖書にはなんて書いてあったっけ。右の頬を打たれたら相手の頬を打ち返せだったっけ。大丈夫？優しいのね。川上さんも行けないと思うわ。行けない？何が？だからあなたの態度が。態度？別に私何も考えてないんだけど。変？変とかじゃなくて、
悪いのは私じゃなくて男の子の方でしょ。違う？まあそうだけど。レイコ、これからそう呼ぶわ。だから私のことも川上さんなんて呼ばない。富江って呼んで。ね、レイコ。あなたって。見てて。私をいじめる子は絶対に許さないわ。徹底的に復讐してやるからね。いや、待たせたね。ほんと、待たせすぎだわ。どうしたのよ。え？別に。どうもしないよ。ちょっと何よ。まだ富江なんか追いかけ回してるの？何言ってんだよ。関係ないよ。あんだ。あいつがどんな女だかわからないの？あいつはね。やめて。鉄分が足りないんじゃないの？あんたの仕業ね！吉野くん、鬱陶しいんだよ。お前ってさ、死ねよ。そんなこと序の口だった。何すんだよ今度。話せよ。やめて、お願いだからやめて。うるせえ。お前たち
分が何したのか分かってんのか。なんだよ、私たちが何したっていうの。何もしてないじゃない、早く話してよ。どこまで知らばってる気だ。かわいそうに、哀れな姿だね。おいえ、何のつもり。何のつもり、わかるでしょ。これから紅茶を入れてあげるわ。アフタヌーンティーの時間よ。さあ、おいしいのが入ったわ。どうぞ。紅茶にはクッキーがないとね。誰も富江に逆らわなくなったわ。たった1ヶ月で富江はあのクラスを支配したんだ。不思議だよね。富江を見てると正直言ってだんだん気持ちよくなってった。本当はみんながやりたかったことを富江が全部やったんじゃないかって。紛れもない独裁者だったからな、富江は。どうかな。本人は独裁者になんかなりたくなかったと思う。ただ寂しかっただけなんじゃないかな。私はそう見えた。寂しい一匹狼の流れ者。何よ、そんな格好して何のつもりなの。バカじゃないの。俺たちは
前を殺す。富江、逃げて。冗談じゃないわ。なんで私が逃げなきゃならないの。誰よ。顔を見せなさい。卑怯よ。俺は知ってるぞ。何を知ってんの。お前は人間じゃない。化け物だ。今私のこと化け物って言った。死ねえ、トミヤ。タッチ、やめろ。うわやめなさいよ。富江を殺す気なの。もんのもや。どけ、松原。そいつを生かすときは俺たちを破滅すると。何よ。やれるものだ、やりなさい。ほら、やりなさいよ、育児なし。富江、やめて。分かってんだからね、あんたたちは。私のことが好きで好きでどうにもならなくなって殺したくなるんでしょう。みんなそうよ。男なんていつもそうなんだから。このウジ虫野郎。さあどうなの。そんなに好きな私を殺せるの。写真部の井上くん。井上くん。ほら、睨んだ通りだ。さあ殺せるもんなら殺してみな。絶対下がれ、逃げろ。病院に。どういうことだ。そういうこと。それ以上説明しようがないじゃない。松原は知っていたのか。何を。富江が人間じゃないってこと。私が持ってる唯一の富江の写真よ。多分これが富江の正体なの。富江の正体。そう、富江は包帯を変えないと。ごめんね。玲子のお母さんが見たら驚いちゃうわね。どうして病院に行かないの。病院なんか絶対に行かないわ。医者の先生たちは私の体を使ってひどいことばかりするんだから。ひどいこと。そうよ、とても話せないようなひどいことよ。
子、どうかした？富江、耳が。玲子、気持ち悪いわ。血を拭いてよ。化け物。私のこと、そう思ってるでしょ。そんな。いいのよ、無理しなくて。だって本当にそうだもの。私は化け物よ。いつもそう呼ばれてきた。何百年も前からね。でも私から言わせれば、普通の人間たちの方がよっぽど化け物だと思うわ。強い者にはひれ伏して、弱い者を食い物にして、自分がどれほど愚かな存在かも気づかず、ただ他人を羨み妬み、そして平気な顔で裏切り続ける。ねえ玲子、そういう人たちのことを化け物って呼ぶべきだと思わない？私は誰も信じないし、誰にも頼らない。そう固く誓ったの。私はたった一人で生きていくことに決めたのよ。寂しくなんかないわ。人を信じて裏切られるくらいなら、孤独にのたうち回る方がまだマシ。そうでしょ、玲子。玲子、あなたは将来どんな人になるの？教えてよ。何も考えてない。ただ。ただ。ただ何？母親のようにはなりたくない。それだけ。分かったわ。何が分かったの？私が玲子だけに興味を持った理由よ。Thank you.
そう、正確に言うと包帯についた血から富江が再生した。私が見たのはつまりそういうこと。驚かないの？驚くも何も、その話どうやって信じろって言うんだよ。それもそうよね。それでその富江がどうした？消えたの。消えた。高木先生はどうしてるかな？病院を転々としてるっていう噂は聞いたことがある。病院を脱走して行方不明になったって噂もある。やめてくれ。僕には妻も子供も。知ってるんだから。私な何を？高木先生はもう奥さんを愛してなんかいないってこと。バカなこと言うもんじゃない。あら、本当のことじゃない。どうして君がそんなことを？先生の目よ。私を見る目、愛しそうに、そしていやらしく私を見る目。私を自由にできたら全てを捨ててもいいって。先生の目はそう語りかけているわ。いいのよ、先生の思う通りに。やっと登場ね。おい、おい、何やってんの？富江、何やってんだ、お前。なんだ、山本。おい、ちょっと、富江、こんなとこで何やってんだって聞いてんだよ。何よ、余計なお世話だわ、山本くん。何なんだよ、お前って女。なんだよ、お前、離してよ。おい、待てって。なんで。意外だったわ。山本くんだけは大丈夫かなって思ってたんだけど。悪かったな、大丈夫じゃなくて。でも恥じることないよ。だって富江とまともに向き合って彼女の虜にならなかった男は皆無なんだから。そうだ、富江はあれ言えば感染率 100% のウイルスみたいなもんだからな。ウイルス？そう、富江をどうしようもなく好きになるっていうウイルスに感染するんだ。どうしようもなく富江が好きになって、
そして最後は自分の手で殺したくなるんでしょう。したの。私見たわ。トミー、トミー。何よ。ざまあ見ろと思ってるんでしょ。いい君だって。何よ。そんな目で見ないでよ。哀れみの目はたくさんだわ。さっさと死になさいよ。やめなさいよ。トミエ、レイコ、私死んじゃうみたいよ。やめてよレイコ、泣いたりしないでよ。神器臭いじゃない。なんか目の前が暗くなってきた。どこ、レイコ、どこにいるのよ。私はここにいるよ。何も怖くない。大丈夫。知ったかぶりしないでよ。死ぬっていうことがどういうことか体験したこともないくせに。死ぬっていうのはね、永遠の暗闇にたった一人で吸い込まれて、トミエ、何よ。みんな安心したんでしょ。こんな悪魔みたいな子が死んでホッとしたんでしょ。笑えばいいじゃない。みんなで乾杯しようよ。これで地獄のエナフィから解放されんのよ。嬉しくないな。これでトミエをバラバラにする。何言ってんの。先生、俺自首しますから。自首しますから。トミエ、トミエ、自首なんかすることない。かわいそうだわ。これでよかったんだ。みんなで人数分のパーツに鏡を分けてそれぞれで始末しよう。そうすれば誰の罪でもないし誰も疑われない。先生、そんな。うわあれ、これ蝶だ。うわ、超気持ち悪い。何さ、
食べてたんだ。飲み物は多分ミルクティーね。見て見て、タバコ吸ってなかったから肺が綺麗。なんかさ、体の中って綺麗だね。いいかみんな、これは杉田玄白以来の貴重な体験と言えるぞ。目をそらさず、よく観察するんだぞ。そこ硬そうだな。私たちはクラスの人数分38個に分けた富江を捨てた。その後のうちは誰も想像してなかったもんな。想像できるわけないでしょ。そうかな。え？松原！お前だけは想像できてたような気がするけどな。さあ、どうかな。みんなが力を合わせてくれたおかげで無事に川上を天国に送ることができた。担任としてみんなに心から感謝したい。そこで先生からの提案がある。この件は今日もって、そんな幽霊を見るような顔で見ないでくれるかな。その後のことはもう話す気もしないな。クラスの半分が精神病院行き、自殺した人4名、残りの人も口を閉ざしたまま転校していったわ。38人いた3年 C 組が見事に崩壊した。そして39人目の高木先生も狂ったまま行方をくらました。当然のように噂は広まって、この学校には新入生が入らなくなった。ついに廃校か。富江はすごいよな。学校ごと潰しまうんだからな。山本君。ん？プラナリアって覚えてる？
ああ理科の実験でやったよ。切っても切ってもまたそこから再生してくる平べったやつだろ。そう、私あの時ふと思ったの。もし富江がプラナリアみたいな存在だったら、あの事件も説明がつくなって。トカゲの尻尾は何回でも生え変わるけど、プラナリアは分割しても全く元と同じ個体を作るの。絶対細胞って言うんだそうよ。体のどんな断片からも体全体を再生してみせるの。富江はその血液の一滴からでももう一人の富江を再生することができるかもしれない。富江の細胞はプラナリアみたいに分割再生できるってことか。うん、違うの。どう違うんだよ。私の考えでは富江はもともと人間じゃなくてプラナリアのような生物が進化して人間に近づいていったんじゃないかって。富江の血がついた包帯からもう一人の富江が生まれた時、私は不思議な気分になったの。富江？泣いてるの？すぐに家を出てったんじゃなかったのか。本当は一緒にいたの。富江？どうして泣いてるの？怖いの？もう誰もあなたをいじめたりしない。だからそんなに泣かないで。怖い、私じゃまた殺される。もう痛い思いするのはたくさんよ。もういや、どこにも行きたくない。外の世界で行きたくないの。いいわ、ずっとここにいればいい。外に出なくていいから。私がこんなところで引っこもらなくちゃいけないのよ。いやね、本当はずっと笑ってたんじゃない。笑いすぎて涙が出たのよ、玲子がおろおろしてるから。地獄を見せてあげるわ。それからその富江はどうしたんだ。わからない、
その後すぐいなくなったわ。松原、教えてくれ。富江はどこにいるんだ。なあ知らないわ。話して。本当に知らないんだ。言えよ、言えって。富江は今どこにいるんだ。なあ、おい、言えよ。松原、言え。すごいだろ。富江に会えないクリスで、俺は病院で正気が保てなかったんだ。シャーペンで何度も何度もこの目を突き刺した。でもな、そんな痛みどうってことなかったよ。富江に会えない苦しみに比べたら、そんなもんな、どうってことなかったんだよ。ねえ松原、教えてくれよ。やめて。な、教えてくれよ。富江今どこにいるんだよ。なあ、おい、教えてくれ。俺はそれを知るためにどこもここまで来たんだよ。なあ、教えろ、教えろ。なあ、ねえ。山本君、そのバッグの中を見て。神社の裏山で富江をバラバラにした時、私が持ち帰った心臓よ。どうしても捨てきれなくて、ずっと冷凍庫にしまっておいたの。ここに埋めようと思って。でも富を再び蘇らせてはいけない。松原、わかるでしょ、富がどんなに危険な生き物か。二度と再生しては行け。おい、松原、ん？どうした？おい、なんだよ。おい、ちょっと、なんだよ。松原、おい。ごめん。どうしてくれたんだ。
カな男たち。山本君、何度同じ目に遭えば気が済むのよ。分からなかった。玲子はすぐに私の一部になったのよ。私は玲子なんかじゃない。あなたが死ぬほど会いたがってた富江だわ。せいぜい私の分身と地獄のツアーを楽しむといいわ。痛い思いするのは嫌だ。